はい、どうもこんにちは、カジマックです。ドコモ D タブコンパクト D-02H 開封後編やっていきたいと思います。はい、これ分かりますかね。今まで使ってきた D-01G と中身を全く同じ状態にしてみました。今回は各種比較テストを中心にやっていきますんで、ちょっと退屈な場面も多いかと思います。でもどれだけ新旧大きな変貌を遂げたのか、正常進化した D-02H、 その本気をご覧ください。であとちょっといちいち呼びにくいんで、 D-01G を旧型、 D-02H を新型って呼びますんでご了承ください。まずはカメラ、こっち旧型、インカメラ100万画素、アウトカメラ500万画素。で、こっちの新型が、インカメラ200万画素、アウトカメラが800万画素。それでは何枚か写真撮りたいと思います。次、インカメラ行きますね。はい、こんな感じになりました。電子レンジやコードレス電話機、そういった家電と干渉を受けにくい無線 LAN 5GHz 帯に対応している両機種なんですけど、旧型は 11A なんで最大 54Mbps、 一方こっち新型は Gigabit Wi-Fi 11AC 対応です。それでは一気に結果出しますよ、せーの。はい、こういう結果が出ました。その差は歴然、 Gigabit Wi-Fi 恐るべしですよね。旧型が6085、新型が14211、こういう結果になりました。はい、ちょっと見えにくいんですけど、旧型も新型も10点マルチタッチに対応してます。追従性は似たり寄ったりに見えます。はい、こんな感じとなりました。音質よりも音量がめちゃめちゃ大きくなってます。このあたりさらに動画視聴に力を入れてきてることが伺えます。実際今までこの旧型でも概ね不便はなかったんですけど、そのあと少し足らずの部分、ストレスを十二分に解消してくれるスペックを持ち合わせてるタブレットだと感じました。とはいえこの2台、両方ともドコモのタブレット、シロロムって意外と不便な部分もあって、例えばテザリングはできません。これ厳密に言うとできなくはないみたいなんですけど、できないと思っていてください。で、前回もお話しした D アカウントにログインしろって出てきたりと、ちょいちょいめんどくさいことはあります。そのめんどくささが嫌ならこちら。はい、このタブレット、製造メーカーであるファーウェイ社から、ほぼ同スペックのタブレットが発売されてます。ただし、概ね差額は縮んだところで1万円。そこなんすよ。僕ももちろんシムフリー欲しいんですけど、ここは僕の用途と照らし合わせて、トレードオフとしてます。
ただそこそこハイエンド機にも及ぶスペックを持っている端末ですんで、メイン機として考えられている方、 D タブよりメディアパッドを選ぶ選択肢、そのメリットはあるかもしれません。僕は主にっていうかね、ほとんど動画視聴なんで、この D タブでも十分満足できそうです。今回ご紹介した商品、関連グッズも含めて説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、今ケースをつけてみました。残念ながら D タブはオートスリープには対応してません。で、このケースも、悪くはないんだけど、ちょっとチープな感じはします。で、前回もお話ししたと思うんですけど、このガラスフィルム防指紋効果を全く感じません。このケースもガラスフィルムもあんまりおすすめしません。また良さそうなものがあったら買い替えたいと思います。で、今回は開封動画、カタログスペックから新旧比較やってみたんですけど、いや、僕にはもったいないぐらい高スペック、これから毎日使えると思うとワクワクしてきます。で、また今度しばらく使ってみた編もやってみたいと思いますんで、もしも気になる点ありましたら、どんどんコメント欄に書き込みお願いします。最後にこれぶっちゃけ、ドコモで契約するより白ロムを購入して MVNO の格安 SIM で運用していく方がおそらくお得なんじゃないかと僕は感じてます。ただもちろんドコモさんでも絶賛発売中ですんで、気になる方は製品ホームページもチェックしてみてください。ということで、ドコモ D タブコンパクト D-02H のご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマクでした。